勝ち取ったのは金井一郎でした。つまりパンクラスのリングにおいて初勝利、ようやくパンクラシストとしてセンタースポットを浴びたわけです。そして今夜は2戦目、対峙するは山田守幸31歳、チーム POD から今夜3度目の参戦です。さあ緊張が高まるファーストバウト、根性のミドル級戦です。はい、さあ第1ラウンド開始されました。まずお互いにぐるっと反転、白のスパッツをつけているのがチーム POD 山田守幸、そして赤、そして、ホワイトのこのガイドラインが入っています、そういうスパッツが入っているのが、金井一郎です。パンクラスイズム、さあお互いにまず距離を見合うようにして、今、打撃ジャブを合わせていきます。さあファーストコンタクト、いや動きはなし。さあかいくぐっていく金井一郎。さあそして今夜解説は近藤祐樹選手ですが、近藤選手、はい、まず立ち上がりこのミドル級の、まあ、ファーストバウトということで、まあ、非常にこの混沌としているミドル級ですけども、はい、まずこの、まあ、金井一郎パンクラスイズムデビューしてから、実は昨年末までパンクラスの舞台においては勝利がなかった。昨年末12月にようやくパンクラスにおいて初勝利を挙げたという、まあ、これはあの途中怪我なんかもあったんですよね。金井は今すごくこのどんどん力つけてきて、自分なんかも一緒に練習してて、すごく手強くなってるなっていうのを感じますね。すごく調子いいと思うんで、なるほどね、今回すごいこと、さあまず復旧入った。さあ後ろにグラッと揺らいだのは POD の山田、しかしこれはダメージは浅かったか、再び立ち上がっていく、そのまま力相撲でさあ踏み込んでいって足をかけてテイクダウン、金井一郎。あ、失礼しました。まあ、そのあたりの自力の上昇具合、これ今夜のこの今のテイクダウンなんかも伺えますか。そうですね、もう期待できると思います。まあ、確かにこの力強さというかこの存在感というか、まあ、見かけのそのなんていうんですか、出立ち若干変わってきたような気がしますね。本人もちょっとずつ自信つけてるんじゃないですかね。これなんかちょっと結構入ってるんじゃないですか。さあ今このぎゅっとこの首元に圧力をかけていく金井一郎ですが、さあこれ金井のポジション的にはどうですか。これ首を絞めてですね、結構この足が絡まってた。あーと落ちたか、静かに落ちたのは山田守幸、しかしながらじりじりと締め上げて完勝です。金井一郎パンクラスイズム。